いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。平穏な日常、退屈な毎日、青春の時は流れてゆく。もしも、それが、壊されたら？もしも、学校が別の世界へ、不法投棄されたら？これは、突然魔界へ、迷い込んだ、とある少年少女かっこ17歳の物語である。どうも皆さんはじめまして。とある事情でこのゲームの世界に放り込まれたシオニーというものです。ところで、これって高校生のお話ですよね。私、その、制服も用意されてますし、何この準備の良さ。仕方がありません。少し着替えてきます。それでは、よろしければご視聴よろしくお願いしますね。私は電脳占い師。私の電脳空間へようこそ。あなたも占ってほしいのですね。それでは、あなたの性別を教えてください。そういえば最近は、自分の性別とは異なる性を選択する人もいるみたいですね。あなたの名前を教えてください。占いでも、やっぱり自分の名前入力するのは、恥ずかしいな。そもそも、占い強制されてるんだけど、これ、後でお金取られないよね。あれ、そういえば私の財布は？財布が、あれ、ない？すみません、これって。いいからさっさと入力しろ。時間押してんだよ。はい。伸ばし棒は、と。これでできた。あなたの名前は、シオニー、レジス、ですね。ではこれから私の質問にお答えください。テレビゲームは好きですか？テレビゲーム。リモネシアには、なかったもんな。部活動で所属している部は？学生時代は、天文学部だったっけ。宿題はきちんとやりますか？もちろん、必ずしっかり提出していましたよ。提出しない奴は土下座ですよ。忘れ物はしますか？もちろんしません。そりゃあ、少しは、忘れる時も、あった気が。好きな科目は？外交官をやってたんですから、もちろん社会ですよ。えっけん。この情報いらない。好きなスポーツは何ですか？野球とサッカーがあるのはわかりますが、なんでアメフトがないんですか？訴訟です。携帯を持っていますか？もちろん持ってます。何このかからないって。ぐす。休日の過ごし方は？休日は、そうですね。この選択肢なら、読書ですかね。何人でいるのが好きですか？回答拒否とかできますか？できません、さっさと選べぼっち。バレた、ぐすん。1万円入りの財布を拾いました。あ、それはた。黙れ。どうしますか？それどこで拾ったんですか？って勝手に選ばないでください。そして黙らないでください。聞いてますか？私のですよね、その財布って。処理落ちですか？少し黙ってろ、土下座させるぞ。あんたは人より素早いのが長所です。身体的な動くばかりでなく、精神的な動きについても言えます。常に早めの決断を心だと面倒だから省略な。料金は閉めて、さっき拾ったこの財布の中身でちょうどです。いやいやいや、ちょっと待って、それ強盗じゃないですか。いや、勝手に終わらないで、本当にちょっと待って、私一文なしに。私の、財布。
と、オン。我が世界へようこそ。昨日までの私は、非常に優れてはいたが、ただの人間であった。だが今の私はすっげえ力を得た支配者。そう、私は、魔人脳となったのだ。何それダサい。支配者たる私のセンスなど、君たちには理解できぬだろうな。ま、せいぜい楽しませてくれたまえよ、この魔人脳を。魔人脳って名前気に入ってるのね。はっはっはごほ、げほ、ごなんでからなず笑い声の後に咳き込むんですかね。あれ、急に眠気が。ねえ、いつまで寝てるの？ゲッターが襲ってくる。何それ怖い。早く目を覚まして、シオニー。もう放課後よ。よく寝てたわね。私、最近変な怖い夢を見るせいかよく眠れないのよ。先に帰るわ。じゃあね。私なんてグレートリモネシアがゲッターに捕食されかける夢見ましたよ。地震。まさか、ゲッターが追いかけてきたの？本気で怖いんですけど。いや、ゲッターの仕業じゃなくてもこれ怖いんですけど。なんだ。じゃあ触るな変態。違う、これはわざとじゃヘブ。早く逃げよう。じゃあ、何があったの？外の様子がおかしい。夜じゃないのに真っ暗だ。素数を数えるのよ。いや、私は何から何までパニックですけど。シオニー、教室にいたのね。あの、同じクラスも何？そういう設定なの。聞いて、私たちみんな閉じ込められたの。そりゃいくらパニックでもわかります。いいから少し話を聞いてよ、シオニー。あ、はい。私嫌な予感がするの。このままじゃ無事に済まない。いや、それどころじゃない。私もそれどころじゃない。だからシオニー、とりあえずちゃんと聞いてて、お願い。私に手を貸して、学校を、みんなを助けるために。いや、いきなりそんなこと言われても、まずこの状況をちゃんと把握したいですし、それに初対面の人だし、ごめんなさい。そうよね。パートナー私の場合の動画すでにあるものね。動画って何？パートナー？え？とりあえず、この学校を探索することにしましょう。うん、あんまり深く考えちゃダメ。とりあえず、今の自分を確認しよう。あ、本当に制服姿だ。懐かしいですが、すごく恥ずかしいです。夜の学校みたいですね、こうも暗いと。まずは、各教室を覗いてみましょう。こういうのが RPG の鉄則だと習いました。誰か助けてくれ。みんな学校に閉じ込められた。昔、学校丸々飛ばされたドラマとかありましたよね。あと、生徒がどこかに飛ばされたり。そういうことを考えると、学校に閉じ込められたという状況は、まだまだ希望が持てる展開なんじゃないかって思っちゃいますよね。生徒しかいないんですかね？先生が見当たりません。素数を数えて落ち着くんだ。素数は1と自分の数でしか割れない孤独な数字。私に勇気を与えてくれる。何その素数への異常な信頼感は？こんなところにフロッピーが。懐かしいですね。こういうアイテムは、拾っておかないとですよね。後で拾いに戻ったら消えてたりとかよくありますし。英語が読めない小学生とか、ここ階段ってわかるんですかね？ここは通れない。ところで宮本明がどこにいるか知ってるか？知りません。というか誰ですか？風紀委員があちこちに立ってて邪魔ですね。なんですかね？この風紀委員に対する扱い、一体いつからあそこに立っていたのか。地震ってついさっきあったんですよね。どれだけ教育されているんですか？ここも、ですか。つまりここはイベントを消化してからじゃないと進めないってことですね。さて、この階はもう何もなさそうですね。上の階にでも、行ってみますか。ここが3階。ということは上級生の教室でしょうか。ここは通れない。あとメタ発言しすぎです。風紀委員鬱陶しいですね。なんで偉そうなんですかね。どうしよう、そろそろ一人だと厳しいんですけど。そういえば、パートナーとか言っていましたね。つまり、私にもパートナーがいるってことですよね。楽しみです。シオニーか。よくそんなに落ち着いていられるな。僕はもうどうしたらいいかわからんよ。せっかくボーナスで新型ノートパソコン買ったばかりなのに。いや、エロゲのためじゃないぞ、ネトゲのためだからな。なのに、この状況じゃ何もできない。先生もダメなんですね、この学校。まさか、あの先生がパートナーとか？冗談です、よね？科学のお月って怪しいよな。いつも実験室にこもって何かやってるんだぜ。科学準備室。危ない先生。風紀委員。あかん、役満じゃないですか。狭間くんを廊下で見たわ。ぼーっと光ってて、幽霊みたいだった。意外とこんな状況になっても生徒は落ち着いてますよね。
おめえ、確かジーク組のシオニーだな。さすが落ち着いたもんだぜ。俺は黒い真珠。みんなチャーリーって呼ぶ。よろしくな。それいじめじゃないんですか？ちっけえよ。LINE で勝手にそう呼ばれてたんだよ。そんなことより、右手をどこに当ててるんですか？正直、モザイク処理しないといけないんですけど。モザイク処理すんじゃねえよ。あと勝手に断ってんじゃねえよ。後悔してもしんねえぞ。はいはい、ワロスワロス。彼からは、すっごい残念なオーラを感じますね。そういえば、ここ、3階なのに、2年の教室なんですね。下の階も、2年の教室でしたし、3年生はどこにいるんですかね？ 2 年生の教室だけで、2階、3階使うなんて、学生何人いるんですか？それでは上の階に行ってみますか。何階まであるんですかね、この学校は。え、なんですこれ？ここから次元銃でも出てくるんですか？仕方がありません。残るは1階だけですか。エレベーターとか、ないんですかねこの学校。生徒数かなりいるんですから相当儲かってそうなのに。でも、先生たちがあんなのばっかりなら、まともな使われ方してるわけないですよね。だ、誰だ。よかった、シオニーさんか。俺だ、ユウイチだ。どこの生徒の私に対する信頼感なんなんですかね。お友達？ああ。土下座のシオニーさんだ。よしわかった、お前そこに土下座しろ。あきこの一緒なんだ。勘弁してくれよ。体育館から化け物が出てきたんで二人でここに隠れてるんだ。ゆういちくん、怖い。だから続きを。大丈夫だ、俺がついてる。だからシオニーさん、悪いが早く出て行ってくれないか。探索してからね。ここで何してたかは聞かないでおこう。威嚇さかった。いや、なんでもないです。玄関前を掃除しようと思って外に出たら空が急に暗くなってな。慌てて戻ってきたぜ。ボクシング漫画に登場しそうな人でしたね。眼帯キャラの元祖ですかね。だ、体育館の方で悪魔を見たのよ。怖かった。私は悪魔みたいな強さのスーパーロボットたちにボコボコにされたことありますよ。君はどこの生徒だね。勝手に校長室へは行っちゃいかんよ。いかんのか。いかんでしょ。あら、シオニーさん、保健室に何の用？なんて言ってる場合じゃないわね。何が起こったのかもうさっぱり。あなたは何かわかった？休みたい時はここで休んでいいからね。ここに来て初めてまともな先生に出会えた。ここの先生は癖が大きいから気をつけてね。これ選別よ。どうしよう、この人すっごいいい人だ。もうここにこもっていたい。それだと先に進まないのよ。頑張って。よし、ここを私のオアシスにしよう。この学校は中二病の生徒が多いですね。いや違うから、立ち絵がこれしか用意されてないんだよ。ここで行動を記録できるよ。セーブはこまめにね。セーブといえば、星のカード。それ以上はいけない。あの生徒も格好は中二病ですが、真面目そうでしたね。あれ、あの教室は、どうやら噂の科学室みたいですね。せっかくですし、入ってみましょう。一人で出歩いてはいかん。プーラズマの人体への安全性は、解明されていない。一人で出歩くことの安全性に関して、科学的根拠を話ないのだ。噂通りのヤバい先生でしたね。さて、物質訪問はカットして、とある場所に向かいます。あなた、シオニーさんですね。こんなところで何してるんです？いや、カンペでここに行けって。あなたなかなか落ち着いてますね。ということでフラグを立ててもう一度来てください。フラグ？何のことです。あ、まだ徘徊しろと。おい、てめえだ。学校はどうなったんだ？俺は宮本明だ。名前は聞いてるだろ？あ、不幸属性の人ですよね。ネタバレしてくれてんじゃねえよ。本当にお前突然ここに来た設定なのか？設定とかそういうこと平気で言う人とは一緒におられません。いいのか、俺は一回断ると二度とパートナーにできないんだぜ。そういうメタ発言いい加減にやめましょう。お前に言われたくねえよ。いいぜ、侵入には興味ねえん。あの野郎、この先合体事故でも起きて取り返しのつかない状態にでもなってろ。それに私はそこまで侵入じゃないですよ。私の周りにおかしな胸の人が多すぎるだけなんですよ。だから黙れ侵入。古本、私の名前は茜沢玲子。あなたの今回のパートナーです。あのセリフと一致してない。黙ってなさい侵入。これからこの世界の基本から教えていくのでしっかりついてきてくださいね。簡単に説明しますと、悪魔の力を使って頭の残念な音、ある生徒をボコボコにすればいいのです。悪魔？いやその前にあの。その生徒の名前は狭間イデオ。最初に登場した頭の残念な人のことです。玲子さん言葉に容赦ないですね。とりあえず、私たちも悪魔の力を使えるようにならないと話になりません。まずはとある先生を脅してパソコンを手に入れましょう。あの、玲子さん、
もう少し穏便に。悠長なことを言っている暇はありません。あ、そうです、忘れていました。何ですか？まずハイマール装備品を私に見せてください。装備ですか？ちゃんと部室にも入って回収しましたよ。基本中の基本はできているようですね。できていなかったら土下座でしたよ。何それ理不尽。なんで私が今つけている装備品を取ってるんですか？ある、偉い人は言いました。防具がある分隙が生じる。なら全裸になればいいじゃないか。いやいや、絶対おかしいじゃないですか。なんで私だけ防具ゼロなんです。世の中には、全裸のまま世界を救った英雄もいるんですよ。何それ怖い。いや、何それ変態じゃないですか。助けてくれ。化け物が出た。殺されるー。さて、それでハチャチャっとぶちのめしましょうか。レイコさん。言葉遣いを。あら、いけませんわ。はしたない、では。腹はたぶちまけやがれ。レイコさん目の前の悪魔より怖いです。ひとまず穏便に行って会話できないじゃないですか。そりゃまだパソコンないですもの。だからちゃっちゃとやりますよ。あ、やべえ。レイコさん、大丈夫ですか？ガキって、どんな血の色がするんでしょうね。ごめんなさい。ごめんな、うふふ。レベルアップですよ。やりました。いいからさっさと体力かきからに振ってください。個人的には運に振りたいんですけど。シオ兄さんが幸運属性とか何夢見てるんですか？言葉の切れ味鋭すぎです、レイコさん。とりあえず、全裸ですし、体力にでも振っておきますか。私は、魔力一択ですかね。魔力？私は？主人公が魔法を使うには悪魔になるしかありません。メガテンって、非常なんですね。何を今さら。ありがとう、本当に助かったよ。あのままで晩終了かと思っちゃった。メガテンではよくあることですしね。そうなんだよね。私ここから本当に脱出できるんですか？そうそう、さっき変なプログラムをダウンロードしたんだ。スティーブンっていう人がアップロードしたみたいで、これを起動させようとしたら悪魔が出てきたんだ。何かの役に立つかもしれないから、渡しておくよ。これで悪魔召喚プログラムは手に入ったわね。あとはパソコンをぶん取りましょう。先生早く逃げて。それではパワーオフにしてお休みください。お休みの間、悪魔に肉体を乗っ取られぬようお気をつけて。大変だ。アキコがさらわれた。狭間の奴が最中にさらっていきやがった。早く助けないと。さて、それじゃあさっさとパソコンぶん取りに行きますよ。さっきさらわれたって生徒が。あんなところであんなことをしているバカップルが悪い。本音は？バカップルハゼロ。ですよねー。ところで、パソコンを入手するって言いましたけど、さっきの情報室にはなかったんですか？情報室には、持ち運べるようなパソコンはないのよ。だから、とある先生から殺してでも奪い取るのよ。先生本当に逃げて。冗談ですよ。そんなロマサガの主人公じゃあるまいし。冗談に聞こえませんよ、レイコさん。とにもかくにも、悪魔召喚プログラムが使えないと始まりません。その、悪魔召喚プログラムって何ですか？悪魔召喚プログラム。それは、その名の通り。悪魔を呼び出すためのプログラム。本来、悪魔を呼び出すには高度な知識やかなりの霊力などが要求され、魔法陣の構築、生贄の準備などによって手間がかかるものである。しかし、悪魔召喚プログラムはコンピューターの知識さえあれば簡単に悪魔を呼び出せるのである。プログラムの中で、悪魔召喚の儀式をエミュレートし、呼び出す。なお、悪魔そのものをプログラム化するのではなく、悪魔を呼び出すための呪文をメモリーするのである、とは言われているが、中には悪魔自体がコンピューターの中に入っているらしき描写もあるため、ここは意見が分かれる。しかし、危険なのは容易に呼び出せることである。制作者は作品によって異なり、デジタルデビルストーリーでは中島明美。今作を含む新、女神転生シリーズは3、ストレンジジャーニーを除いて謎の男、スティーブンとなっている。実はスティーブンの正体は、中島明美という仮説もある。他作品での扱いについては、割愛するが興味のある人は検索してみるといいだろう。もっとも、各作品の主人公のように使いこなせた人間は稀で、むしろ悪魔に操られたり殺されたりした人間の方がはるかに多かったらしい。皆も、偶然プログラムをダウンロードできたとしても、安易に実行せぬように。どう？わかったかしら？私に使いこなせるのですかね。不安です。
大丈夫ですよ。使いこなせなかったら、死ぬだけですし。やあしお兄。え、ノートパソコンを、ちょっと勘弁してくれないか。特にビートライブは、殺してでも奪い取る。よし、わかった代わりにもっといいものを貸してあげるよ。だから落ち着け。自作の特製アームターミナル型パソコンだ。殺してで。しお兄くんのパートナーちょっと怖いんだけど、なんとかしてくれないか。無理です。もうこれあげるから。作ったはいいものの、使うには少し恥ずかしくてな。そんな恥ずかしいものを女子生徒に押し付けるんですか？押し付けちゃいかんのか？いかんでしょ。さて、これでスタートラインにやっと立てましたね。早速、プログラムをインストールしてっと。これで会話、召喚が可能になりましたね。とは言っても、学校で仲間にできる悪魔は2匹しかいませんけどね。あ、お前は、それでは仲間について少し説明しておきますね。え、あの狭間くんが仲間については、もう説明不要だと思うからざっくりいくわよ。まず箱の表を見て、これが、女神転生における、悪魔の大まかな分け方よ。ここから天使、魔獣、山などさらに細かく分けられるの。ちなみに、この下のラインの悪魔をダーク悪魔と言って、会話では仲間になることはまずない悪魔たちよ。あと、会話や合体で仲間になった悪魔を召喚する際にも、気をつけないといけないわね。この表の横のラインに注目して、左からライト、ニュートラル、カオスの3つに分けられてるわね。召喚した仲間の属性によって、自分のパーティが3属性に区別されるのよ。もちろん、パーティ属性についてはまだ説明が必要だろうけど、必要になった時にまた説明してあげるわね。どう？わかったかしら？それよりも、もう消えちゃいましたけど、あの人。いじけてるだけよ。それにしてもあの子、魔人の王だなんて、本当に名乗っちゃってるわ。グスグス、バカみたい。心の声漏れてます、レイコさん。おや？学校は楽しいな。おいら学校大好きさ。ヒーホー、あれ、おいら知ってるよ。正しい高校生派、やたらにヒーホー言っちゃいけないんだろ。学校は楽しいな、ヒーホー。あれ、おかしいな、ヒーホー、ヒーホー、ヒーホー。誰？彼はジャック・フロストね。女神転生のマスコットみたいなものかしら。あるイベントのために今回は見送るわ。ダメ、なんだつまんないの。ヒーホー、ヒーホー。可愛かったのに、残念です。笑いながら人間を凍らせる妖精ですけどね。見た目と本性は一致しないのですか。一致した霊を探す方が面倒ですよ。もう何も信じられない。それでは、これから体育館に向かいますよ。あの魔人脳が何か仕掛けているみたいですし。その前に、少し寄り道してもいいですか。あ、しお兄さん。どうしたんです。すみません。ちょっと見て欲しいものがあって。あれ、なんだいそのディスクは。壊れてますが、中のデータは大丈夫かな。うん、少し時間がかかるけど直せそうです。どうします。お願いします。先生なんかよりも頼りになりますね。オッケー、任せてくれ。意外にちゃっかりしてますね。あのディスク直せそうな人って、あの人か大月って人くらいかなって。大月に頼まなかった理由は。極力関わりたくない。同意せざるを得ませんね。さて、体育館に行く前に少し準備をしますよ。まず仲間を2匹、あとはレベル上げですね。この通路で、ピクシーとイリーの2匹を仲間にしてくださいね。呼ばれて飛び出てたったらー。本当に出てきた。よし、早速会話を。その、ボンジュール？高学歴かっこ笑い。困ってるのね。聞きたいことある？ここのピクシーは、序盤におけるチュートリアル敵立ち位置なので比較的簡単に仲間にできますよ。親切ですね。知らない。と思ったら気のせいでした。でもいいこと教えてあげる。3階に私のパトロンがいるのよ。ケハハハ。パトロン。あのヒーホーくんのことですね。確かに同じ妖精ですし。ポルターガイストは殴って倒しちゃってください。会話無理なんですか？さっき説明したダーク悪魔なので、会話では無理ですよ。可愛いのに、残念です。海人に似てますね。この調子で、ピクシーとイリーは会話、それ以外はぶちのめします。聞きたいことある？ここはどこ？魔界だよ。じゃあ、大月先生ってどんな人？あいつ変態、魔人の王様を愛しちゃってるのよ。ホモじゃないか。レイコさん、あと魔人の王って。そう言わないといじけるの。そういえば、どんな人なんです？それは聞かないや。く、そ、くよ。まあ、実情があまりにも悲惨でかわいそうだから聞かないで。悪魔に同情される魔人の王。ちなみに社長の勘はそのうちできるわよ。それじゃあこれは？これってひどい。あなたは土下座のしおに。なんで土下座言うんです。強くて可愛い仲間が欲しくない？はい、もちろん。だったらあなたも知性を磨いて素敵な女になってね。仲間にするの、簡単じゃなかったんですか？あくまで、女神転生基準の簡単だからね。とりあえず、ウィリーを先に仲間に。なおウィリーには振られる模様。これ2回目。うぐ？ウィリーなんかと合体させないでね。やっと、仲間にできました。思いのほか苦戦しましたね。だからさっさと土下座すればいいのに。土下座コマンドあったら1コロですのにね。フラン。ピクシーはわかりやすい魔法主体の悪魔ですね。属性もニュートラルです。
撃たれ弱いですが、まあ序盤は大丈夫でしょう。ジオンザ、ティアが使える。意外にできる妖精なのよ。あの、私は魔法は、レベルを上げて物理で殴っててください。そしてアイテム係も兼任するのよ。主人公の扱いが、なんか変です。おい、俺っちを無視するんじゃねえ。あ、バカな悪魔だ。バカっていう方がバカなんだ。まあ待って。ほら、これを見て。かっこよくない？うわ、何それかっけえ。ちょっと触らせてはなんだこれ。よし、これで2匹仲間にしましたね。メイコさん、悪魔より悪魔してますね。あんなって、怖い。いや、あなたもかなり悪魔してましたよ。ミリーもピクシーと同じく妖精よ。タルカジェ、アギモチで頼りになるわ。もちろん撃たれ弱いけど、それじゃあ、レベル上げに行くわね。大して強くないボスですけど、一応用心はします。仲間は出さなくてもいいんですか？マグネタイトがもったいないですし、この程度の敵に苦戦しないでくださいね。スパルタですよ、レイコさん。ところでマグネタイトとは？霊体マグネタイト。悪魔とは本来霊的な存在であるが、霊的な存在でありながらもこの世において肉体を持つことができる。受肉の手段は主に2種類に分類される。一つの手段として、他の生物体の肉体に憑依し、それを自らの肉体とする場合。そして、残るもう一つの手段として、大量の生命エネルギーを用い、それを肉体に変換する場合である。この生命エネルギーを生体マグネタイトと呼び、悪魔がこの生命エネルギーを人間から最も大量に摂取できる方法は人間に血を流させることである。簡単に言うと、悪魔召喚するとき、連れ歩くときに必要なお金みたいなものよ。わかったような、わからなかったような。レベル上げはこれくらいにしましょう。セーブした後に、体育館に向かいますよ。ちなみに、体育館で待ちぼうけしている悪魔は、主人公の性別で変わるのよ。男性なら魔獣メリジェーヌ。女性なら魔獣フォーン。今回は魔獣フォーンね。うわぁ、相変わらずまがまがしいですよ。引き返してさっさと行く。レイコさん蹴らないで痛い痛い。儀式の後ね、少し探してみましょう。見つけたようだね。それは君たちにあげよう。ここのところ何度も消した跡がありますよ。何度も間違えたか、納得いかなくて何度も書き直したのか、多分普通に間違えたんでしょ。ここなんて逆さまに書いた跡ありますよ。ほら、あっちを見て、機械流星ペンで間違えたみたいで、消せなくて焦った跡が残ってるわ。いいもん。あ、昼ご飯を食べた形跡がある。こっちのしかしらね。もう謝っても遅いからな。あっはっはっはごほっけほ。我が名は魔獣フォーン。ご覚悟。あら、やっと出てきた。それじゃあさっさと。首置いていきなさい。それどこかの戦闘民族妖怪首置いてけですよ。まず、ピクシーさんはジオンザ、ウィリーさんはタルカジャで。鎧の隙間に入れ込むように、丁寧に、そして一気にスパッと首を。目の前の悪魔より隣のレイコさんの方が目がっさ怖いです。電気は大切にね。なんだかめちゃくちゃ食らったんですけど。ごぼう。我は所詮チュートリアル。無念。ね、大丈夫でしたでしょ？すみません。私だけものすごくダメージ受けてるんですけど。狭間くんが悪い。魔人脳が悪い。魔人脳が悪い。よし、後で土下座させてやるあの魔人脳。これが、謙虚のリング。意外と安物ね。そりゃあ、あのボスが持ってたのだもん。仕方ないね。質屋に売れるかしら？売れても大してお金にならないと思うな。何この聞きたくない女子の会話。怖い。いや、あなたも女子でしょうに。今はまだマグが少ないので、ボスの後は仲間は戻してくださいね。貴様、体育館で何してた？大月先生に言いつけてやるもん。大月先生に言いつけて、一体何をするんでしょうね。薄い本が熱くなる。え？聞くわ、足お兄さん。私のオアシスで癒されよう。体育館に行きます。え、私はさっき保健室の扉を開いたのに、気がつけば体育館の扉だった。それでは、足お兄さん。はい。バトルものによくある、主要に突入です。え、いきなりですか、序盤ですよ、まだ。この体育館は、フォーン撃退後にはしばらく下級悪魔が出現します。しかし、この通り単体でしか出てきません。加えて回復施設も近くにあるので、序盤のレベル上げには手軽に利用できます。というわけで、どんどん蹴散らしますよ。あの、その前に私、防具をしっかりしたいんですけど。聞こえません。いや、うわ、なにこれ、ぐは。
この川を渡ってはならん。恩義の上には未だ光があり、汝を守らんとしておる。汝の力とならんがため、この木にし姿を現す。見るが、よい。あ、かわいい。長靴を履いた猫ですか？戦いに倒れる者よ案ずるな。また新しい光が汝を守らんがため、あのそれ死んでも働け宣言なんじゃ。それが汝の運命じゃし。あ、目が覚めましたね。全く軟弱なんですから。目が覚めた第一声から辛辣ですね。あの、レイコさん、その、目が覚めたらスタンド使いになってたんですけど。そういえば説明まだでしたね。これって私のスタンドですか？何これかわいい。これがスタンドって姿だけなら勝ち取りじゃないですか。とりあえず、殴りますよ。笑顔で怖いです、やめてください。5本？今作品では、他作品とは異なり、ガーディアンシステムが採用されています。スタンドじゃないんですか？違います。今作では、敵に倒されてもガーディアンの力で再生する仕組みになっています。なので安心していっちゃってください。安心できません、全然。ガーディアンは、レベルに応じてつく悪魔が変わります。悪魔に応じてステータスも変化します。あ、本当だ。私の場合、ガーディアンによって使える魔法も変化します。もしかして私も魔法が。使えませんから、そんなありもしない希望を捨ててさっさと物理で殴る練習してください。そもそも、人間が魔法使えるとかそっちの方がおかしいじゃないですか。言われてみれば、そうですよね。ははは。あれ、なら玲子さんは？世の中には知らなくてもいいことも、ありますよね。はい、その通りです。それでは引き続き、悪魔狩りしますよ。ここに登場する悪魔は、悪霊ポルターガイスト、勇気ガキ、邪気グレムリン、今日トリチョンチョンの4匹がランダムに登場します。注意する敵は、やはり無道を使うガキですかね。シオ兄さんみたいに当たると即死です。と言いましたけど即死ってなんです、まだ序盤ですよ。メガテンではよくあることです。作品によっては最初のセーブ場所に行くことなく力尽きることもあります。ははは、まさか。冗談と言ってください、レイコさん。なので何度でも生き返るこの仕様は大変便利、親切ですね。全然親切な気がしないのはなんでだろう。さて、それではそろそろ、最後の目的場所に向かいましょうか。回復は終わったわよ。気をつけて。ここは、科学室？ここに五木違いを殴り殺し家倒しに行きますよ。あいつ授業中にチラチラと見やがって気持ち悪いんだよ、バレバレなんだよこのハゲ。にしねんじゃないですか。ふふふ、髪の毛一本残らずむしり取ってあげる。やだ怖い、助けて香山先生。レイコさん本当に怖いんですけど。大月先生相手だもの。仕方がないわ。さあ、張り切っていきましょう。一応人間相手なんですけど。お前たち、丸聞こえなんだよー。お前たちが外に出ていい科学的幸運虚は、なあいのだー。どうしよう。この人を人間にカテゴリーしちゃいけない気がする。この頃は、まだ人間っぽいですけどね。この、この変態だ。変態だ。変態ではなーい。私は、この身をマジーンの王様に捧げた、いわーば、シーン氏なのだよー。そう、私は、マジーンの王様と運命の赤い糸で、結ばれてるのだ。あと年齢考えて制服着とけよお前。変態だ。変態だ。レイコさんこの人やっちゃってもいいと思います。でしょ？貴様たちが、私に勝てる可能性に、科学的根拠は、なあ。肘を左脇の下から離さぬ心構えでやや内角を狙いえぐり込むように打つべし。倒してまだ殴ってる。正確に序盤3冊に続く左パンチはその威力を3倍に増すものなり。科学的、根拠、今日は、なあ、喋り方面倒なんで少し黙ってください。編集も面倒いんです。黙って殴られててください。うん、黙ってたんだろうな。だろうな。おのれー、五尺長きどもめー。マジで覚えてろよ、特に髪の毛むしったお前。お前たちが無事に。黙れこの気違いメガネ。ふう、すっきりした。科学的根拠は、ないのーだー。このセリフだけは、言いたいんでしょうね。なんであんなにテンション高いんでしょうね。安易なキャラ付けですかね。無駄なくらいキャラ立ってますけどね。この先も登場するので、耳栓用意しておいた方がいいですよ。マジですか。幻聴が聞こえてくる。あんなにむしってやったのに。半分以上なくなってましたね。あと私の服で拭わないでください。ここでは気まぐれで気になった悪魔を紹介するという大変ありきたりなコーナーです。今回はこの2体、
マジューホーン、マジューメリジェイヌです。マジューホーン、ギリシャ神話に登場する豊穣を司る精霊、牧神ファウヌスの親類にあたると言われている、バーナルイハサチュロスと混同されることもあるが、彼らよりもはるかに美しく気品のある存在だとされている。顔と胴体は美しい青年で耳と足は鹿に似ていて、足の毛は光沢があり手触りもすべすべしている。フルートの一種である聖武の達人で、ニュンペイたちを踊り主によく演奏会を開いている。その性質はとてもおとなしく、他者に危害を加えたりはしない平和主義者である。続いて、マジューメリジェーヌ。スコットランドのエリナス王と泉の聖プレッシナの間に生まれた、プレッシナはお産の間、近寄ることを夫に禁じた。しかし、三人もの娘が一度に生まれたという方に我を忘れてこの禁忌を破ってしまい、プレッシナは娘たちと共に沖合の隠れ島セファロに足去ってしまう。プレッシナから、エリナス王が禁忌を破らなければ城で平穏に暮らせていたのに、と語り聞いて育ったメリジェイヌら三姉妹は、父への恨みからエリナス王を山中に閉じ込めてしまった。しかし、未だにエリナスを愛していたプレッセナはこれを知って怒り、メリジェイヌに呪いをかけ、土曜日が来ると彼女の下半身は大蛇になってしまった。メリジーヌの下半身は、銀と紺碧の鱗に覆われていたといい、蛇の姿もこの通りである。ユジーニャンの一族の紋章には、この色が使用されている。メリジェイヌは、土曜には決して彼女を見ないという約束を守り通してくれる夫に巡り合わない限りは、救われないこととなり、フランスを放浪することとなった。その旅で、コロンビエの森でポアプーのレイモン、と、ルシナン伯爵の奥方となるものの、夫に正体を知られるは、生まれた子外用である上に残忍な性格であるわと結局は離縁されてしまった。以来、その貴族の家に連なる者が死ぬ時にはメリジェイヌの叫び声が聞こえると言われている。今回はこれでおしまい。次回があれば、また会いましょう。さて、それではまず、封印の間に向かいましょうか。これ、どうやって封印の間に行ってるんですかね？ここに平均台あるじゃないですか。怪獣に出てきたあれみたいな。電流流れてるんですか？流れてませんって？多分、え？まるで神殿みたい。狭間くんらしいわ。こんなもの作るなんて。シオ兄さん下品です。え？私のせい？こうやって、どんどん扉を開けていくわけですね。そうね。ところで、さっき西って言ってたのにどうして東側に行ってるんですか？編集技術って、偉大ですね。そうですね。ひとまず、近くにある回復の泉に行きましょう。はい。こちらが回復の泉です。でへ。ここでは仲間の回復、復活へとセトラ。困ったらここに来るといいでしょうね。料金は、超良心的だからじゃんじゃん使ってね。復活にはそれなりにお金がかかりますので気をつけましょう。またいらしてくださいね。随分と、軽いエルフでしたね。服を着ている分、まだ常識人の部類ですよ。ゾンビちゃんって、なんだか倒すのに抵抗がありますよ。そんな気遣い、戦ってみれば無用だってわかりますよ。グフ。惨敗じゃないですか。逃げ切れなかったら、またあのおじさんに会わないといけませんでしたね。てか、レイコさんにもボコボコにされたんですけど、メガテンではよくあることです。また来たの？とりあえず、余裕を持てるほどマグが溜まり次第、仲間を出さないと危ないですよ。防具何も装備してませんしね。魔人の王様はこの世界を支配される方だ。この世界を大いなる力で治め、傲慢界、宝飾界、怠惰界などに分けられたんだ。なぜ分けたんですかね？お約束ってものよ、きっと。防具といえば、この世界で手に入るものなら装備してもいいですよ。本当ですか？やったー。すっごい嫌な予感はしますけど、気にしません。失礼ですね。ふふふふふ。あなたも向こうの世界から来たの？魔人の王様が来てから向こうから来る人が多く
なったわね。この先に村がある。以前は封印の辺りにあったが魔人の王様が今の場所に移された。なんて迷惑な行動を。あのおバカは。ですが、あの近くって狭いですよね。よく村なんて作れましたね。あら、塩兄さんって意外とそういうの考えられるのですね。意外です。これでも、一応外交官でしたし。この先に村がありますから、情報収集も兼ねて探索しますよ。レイコさんは、情報収集の必要なさそうですけどね。塩兄さんのために決まってるじゃないですか。さいですか。あなた悪魔使い邪教の館行った？邪教の館？なんで？邪教の館は、2体以上の仲間を連れて行くと合体させてくれるところよ。この村にあるの、噂じゃ、悪魔以外も合体できる、とか？前にピクシーが言ってましたよね。そうでしたっけ？ひどいの？魔力がすべて。魔力上げに扱う魔法は弱くて効かず。魔法はたやすぐ死ぬよ。レイコさん早く魔力上げましょう。あなたは黙って体力と力を上げていなさい。それに魔力上げようと死ぬときは死にますから。せやな。そんなあっさり言わないでくださいよ。ところで私らはいつまでパソコンの中？さあ、マグが溜まるまでじゃん。その前に合体とかマジ勘弁。ナマステ。私インドから来た、ナンディさんね。また会えた人、おしさねー、嬉しねー。コードブレーカーね。やってね。あなた数字当てるだけ、今度ヒントついた。簡単ね。また来てね。メタルカード持ってね。ナマステ。誰？ナンディさんよ。いや、ですから。ナンディさんはナンディさんよ。ナンディさんね。ナンディさんや。うん、ナンディさんはナンディさんでいいです。回復の泉、使ったことある。せいぜい体はお大事に。骸骨に言われても、ですけどね。それじゃあ防具でも少しだけ整えますか。待ってました。これでやっと防具なしから解放される？解放はすでにされてますけどね。全裸ですけど。その言い方、やめません。一応制服着てますし。買ってもらってなんですけど、なんですこのハイレグアーマーって？淑女御用達の専用防具よ。ちなみにあなたはこれ以外ダメね。いやあのマジで？食い込みすごいんですけど。全裸よりは、マシでしょ？いや、そりゃあ、少しは防御上がりますし。でも、ちょっとこれ、ビジュアル的に。ビジュアルなんてこの時代のゲームではまだ変わりません。最新のゲームだと違いますけど。めたいですレイコさん。武器は、銃なども売ってますが、お金に余裕がある時に回しましょう。お金は、悪魔召喚の際にも使用しますし、交渉の時にも必要となります。節約は大事ですよ。この世界でも、お金は偉大ですね。スタンドについて話してやろうか。今このおじさんスタンドって。この魔界では、お前たちに決して死は訪れない。死んでしまう時、体に実体化していない悪魔の魂が入り込む。そして入り込んだ悪魔が滅びから救い欲を与えるのだ。お主らの守護天使に当たるもの、すなわちスタンドである。またスタンドって。命を粗末にする者には、毒でもない悪魔しか使わん。命は大切にの。ガーディアンは重要な要素なのでしっかり把握してくださいね。とりあえず、命は大切にします。お嬢ちゃん。まあいいやこれはこれでありだし。レベルの高い変態さんですね。あの、かわいいしお兄ちゃんとか、恥ずかしいんですけど。うん、やっぱりありだな。今の人は変態おじさん。いいえ、変態おじさんです。言い直せていません、レイコさん。この傲慢界の特定の場所に、三日月の時に出没するおじさんです。主人公が女性の場合、アイテムをくれます。このアイテムも装備してもいいですよ。恥ずかしい装備品ですけど、ないよりはマシ、ですよね。ははは、三日月と言っても、八分の一の時なので気をつけてくださいね。悪魔が集いし邪教の館にようこそ。ここが、先ほどの悪魔が言っていた邪教の館です。今後も何度も利用することになるでしょうね。仲間を増やしてから、また来ましょう。わかっとると思うが、合体はお主のレベル以下の悪魔でなければできぬからな。つまり、今の状態では誰も合体できないわけですね。助かった。悪魔合体は、非常に重要な要素なので、これもしっかり把握してくださいね。ほほっけほ。また、さすらい人がやってきたようだな。あ、狭間くんじゃないですか。お前今忘れてただろ。ご本、ようこそ、傲慢界へ。君たちは自分の力で魔界から抜け出せると思ってここにいるのだね。自分にできないことはないと考えるのは傲慢の極みだ。自らの無力さを思い知るがいい。終わったところでこの気持ち悪いぞ。粉々にでも。マジでマジで。粉々に、家なんでもありません。
ストレス発散したところで、先に進みましょうか。今のはなんでデデですか？何って、占いの人じゃないですか。あそこでは、百マッカで簡単にですが何をすべきか教えてくれます。迷ったら寄ってみましょうね。いや、ゲームそのものが変わってませんでしたか？気のせいじゃないですか。いや、でも、プラズマって、このウプ主がこのネタやりたいがためにこのシリーズ始めたみたいなものですし、多めに見てあげてください。いきなりめたいです、レイコさん。さて、それでは仲間を集めつつ、変態のおじさんにたかりながら先に進みましょうか。天使ビネは魔人の王様に忠誠を誓い、ここ傲慢会を任されている、忠誠の証に素色のリングを与えられたらしい。ちょっと、やらしいね。だそうですよ、しお兄さん。私そっちの趣味ない。ですよ。間欠泉のことは知ってるか？間欠泉は勢いよく水が噴き出して体ごと吹き飛ばされちまうのさ。気がつけ入り口ってわけさ。ただし新月には水は止まっちまうからな。魔人の王様は魔界に来られた時に通られた道を封印された。それが封印のまだ、封印と解かない限り魔界と向こうの世界との行き来はできない。ドクターデモニッシュはカットです。なんでです。勉強になったのに、ほとんど前回説明しちゃいましたし。時間の無駄です。プラズマの方も時間の無駄だったんじゃ、あれは必要です。せやねえ。せやで。何このプラズマおじさん人気？しかし満月とは、三日月までだいぶ遠いですね。まあ、塩兄さんを鍛えるついでに少し徘徊してましょう。レイコさん、なんかすんごい量の敵出てきたんですけど、塩兄さん、さあ行きましょうか。逃げないんですか？敵は何のために出てくると思ってるんです。蹴散らすためですよ。蹴散らされそうなんですけど。塩兄さんは、面倒くさがって音に頼りがちですね。仲間も大していない現状では、少々危ないですよ。呼ばれて飛び出てたったら、おぉ、マカカジャで威力の上がったガンは、体操効きそうですね。てか無理そうじゃないですか？極限の命のやり取りからの経験値は、大変いいと言いますし。極限すぎて、潮に行きたいそうだけどね。実際問題、逃げようとしても足遅くてこけちゃいそうですし、戦う以外道はないですよ。何かのキャッチフレーズみたいだね。呼ばれたので出てきたらいきなり修羅場だった。いやマジ勘弁。後ろにいるくせに贅沢言わない。力をいらより歩くせいによく言うよ。殴る暇ないんだけどね。の顔面コウモリトラウマになりそうですよ。本当に、自分の胸に聞いてみなさいな。あれ、全然これより怖い思いたくさんしてきてました。なんででしょう？涙が出てくる。トラウマか？トラウマだ。しかし長いですね。ボス戦でもないのに尺使いすぎですよ、塩兄さん。すみません、そんな余裕ないです。焦ってるね。危機的状況だしな。まあ、ほら、死んでも大丈夫な仕様ですし。安心だ。安心か。安心じゃないです。まだ5体もいる。でも一体行動不能状態。いける。あ、フラグが立った？立った。立ってません。気づいてませんが、相手の残一発でノックアウトのヒットポイントですよ。当たらなければどうということはない。ちょまあこれダメだ、ふん。と、このように命を粗末にしてしまうと、ろくなガーディアンがつきません。うわ、私のスタンドが、さっきのガーディアンのところにあったガーディアンピスがたまらないうちに死んでしまうと、こうしたろくでもないガーディアンしかつきませんから気をつけてくださいね。そして仲間を求めていく戦利。一向に仲間になりませんけどね。それより今私毒なんですけど直してくれませんか？その前に寄り道です。命よりも大切なものがあるってことね。命は大切にいい。いやーまたあったね。おや、大丈夫なの、かい？これでも吐いて落ち着いてくれたまえ。毒状態の女性にハイレグアーマーを渡すおじさん。犯罪者待ったなしって状況ですが、魔界デス式にしてはいけません。そんなことより早く直してください。そして何回目か数えることをやめた頃。ヒーホー、シオニー元気。今日は何のご用だい？オイラはあんたの奴隷よ。だから仲間にしてちょう。あれ？何この悪魔？なんでこんなに慣れ慣れしいんです。どうやら地霊に対して塩兄さんは現在有効度が高いみたいですね。あ、有効度については、実はあまり私も把握しきれていません。ですが、簡単に言いますと隠しステータスですかね。例えば、ノッカーと会話せず倒してばかりいると、有効度が下がりなかなか仲間になってくれません。まあそんな感じです。だから悪魔は簡単に殺しちゃダメ。まあ、どうせ私は脱退要因だけどね。
ノッカーに続いて客も仲間にできました。傲慢界では、序盤ながら意外と豊富な悪魔がいますし、頑張りましょう。そしてコボルトも仲間にしたところで、悪魔合体の時間。俺っちの出番も終了。それでは本堂が初めての合体はこの2匹。綺麗コボルト、山客。これでできる悪魔は？あ、私の初めてのスタンドだ。こんなにハイテンションだったんですね。全体回復のメディアにタルカジェスクカジェ持ちです。ヒットポイントが低いのが弱点ですかね。続いてこれでさよなら妖精ウィリーに綺麗ノッカーを合体させます。これで出番自体は多分終了ですねウィリー。まあ裏で仲間にしては合体を繰り返すので正確にはまだ活躍しますけどね。陽気ヒカ。しばらくは前線でアタッカーになってもらう予定です。低レベルなのでマブをそこまで消費しません。ですがなかなかの攻撃力に全体攻撃の投げ払い。見た目以外はとても優秀ですよ。特技はヒットポイントを消費するんであんまり多用できへんですけどね。さて、そろそろ私も魔法が使えないと厳しいですね。あの、この人人間あるまじ発言しちゃってますけど、炎電撃烈風老血を真正面から受けても割と平気なくせに今更ですね。それではしばらくお休みなさい。あ、ちゃんと残ったアバズレどもは殲滅しておいてくださいね。と言われたしお兄さんは、絶賛状態異常中ですけど。大丈夫。ここで倒さないと、レイコさんにしばかれる。目の前のゾンビちゃんより姉子の方が怖いんでんね。これが、レイコさんのスタンド。ガーディアンでやんす。死んだと思ったでしょ？不思議と全然そう思いませんでした。あら、これでもか弱い女子高生なんですよ。か弱い？何か問題でも？いいえ、なんでもありません、姉を。ところで、レイコさんのスタンド。私のスタンドに比べてとても差があるんですけど、なんでです？命を粗末にした結果です。正確には、レイコさんのスパルタ教育のせいですけどね。とりあえず、回復魔法に補助魔法ですか。攻撃魔法がないですが、仕方ありませんか。レイコさん、魔力高いですしね。ま、オートではみんな殴る設定なんですがね。ですけど、回復魔法があるのはとても助かりますね。アイテムもそれほどないですし。そして仲間を求めて旅は続く。まあ全然集まりませんけどね。しお兄さん悪魔に手玉に取られてますし。よし。今度こそ。よし、ここから。ふぶたけんなー。我慢弱いっすね。一回断っておきながら、それでも諦めきれずにまだ交渉するあたりしお兄さんらしいですね。落ち着くのよ、しお兄。そうよ、私は大人なんだもん。寛大な心を持って。あ、たかるだけたかられて、そして逃げられる。ダメンズウォーカーってやつっすね。うるさいです。だいたい色気のある悪魔がいないからこうなったんです。ピクシーさん出しましょうよ。シオ兄さんは全国数百人のイヒカファンを敵に回しましたね。このポージング、かの有名な猫股の姉さんと同じなんです。だからどうした？ところでシオ兄さん、目の前にトラウマが笑顔で待ち構えていますよ。あ、もうダメだ。おしまいだ。さあトラウマ克服いきますよ。大丈夫です。負けても1回死ぬだけですし。普通なら1回で人生終了でんだな。とりあえず、数が数なんで投げ払いでも。ふ、あの頃、メガ粒子砲を乱れ打ちされてた頃に比べたら、トラウマをさらなるトラウマで上書きしようでっか。ま、レベルも上がりましたし、実際は残に注意していれば大丈夫なんですけどね。その残連発されてこの前、行っちゃったんですよ。嵐お兄さん、行っちゃうなんて、卑猥な。エロいっすな。すみません、今トラウマと対峙してる最中なのであんまり突っ込みしたくないです。どこに突っ込むんですかね。それはもちろん。ちょんちょんの開いた口の中にぐちゃっと。ちょんちょん、はよ逃げー。ところでその口調どうしたんです。しばらく出番ありそうですし、格好が格好なんでキャラ付けしっかりしとかなと思いまして。案外ちゃっかりしてますね。はぁ、はぁ、はぁ、体どうー。
じゃあ、2回戦行ってみないか。持っててよかったコンピューター。嫌がる悪魔を無理やり倒し、殺しに殺して経験値たっぷり。この2択ひどくないですか？おいらもう帰る。ほ、会話自体は失敗してるのに何助かったとか思ってるんですか？いやまだ序盤で仲間になるんですよ。しっかりしてください、うぐ。ところで石川さんの口調ってキャラ付けだったんですね。そりゃそうですせ。目指すはキモかわいい系。一世代前、そんなの流行ってましたね。非公式キャラからグッズ販売、ネットで注目から全国デビュー。全国デビューは、もうすでに完了してますけどね。人気があるかどうかは別として、確かに全国デビューはしてますね。目標は、そう。メガ展開のキモかわいい大脳。ご立派様。一つ残さず、消滅させますよ。調子こきすぎました。すみません姉を。ご立派、機会があれば、登場しますからその時に説明しますよ。さて、それではもうしばらく修行を続けますよ。皆さんこんにちは、こんばんは。視聴者の夢の中にこんにちは。生首系アイドルのノバですよ。今回も、簡単にですが紹介していきましょう。まずは、魔獣ケットシー。本動画初合体で誕生した悪魔です。魔獣ケットシー。アイルランドの伝説に登場する妖精猫のことであり、ケットが猫、シーが妖精を意味している、二足歩行をし、人を離し、性格も表現媒体にもより、おどけた道化師のように振る舞う場合や、気品を感じさせる振る舞いをする者もいる。初出作品は、新、女神転生に、フランス民話の、長靴を履いた猫、と結びつけているため、赤い帽子、マント、長靴を身につけサーベルを持つ猫という、東映制作アニメ映画、長靴を履いた猫のペロに近いデザインとなっている。続いて、病気ヒカ、病気ヒカ。古事記においてニニギノミコとの天孫降臨の時に現れた、井戸の守護者である妖怪、長い尾が生えており、半ば魚のような姿である、ヒカ水脈は日本の地底を縦横に巡り、石川はこの水脈を通ってどこの井戸にも移動できる、そして井戸を通じて人々を守っているという、昔の神霊は光物と捉えられていたようで、井戸の中で光っているため、怒り、からイシカになったと思われる。これほどの守護神に変なキャラ付けをしてしまったウプ主の運命やいかに。それでは皆さん、また次回。よし、それじゃあ話に出てきたギネってやつのところに行きましょう。え、もう行くのですか？はい、この辺りの敵はもう楽勝ですし、この調子ならここのボスだって。確かにだいぶ普通に敵は倒せるようになりましたけど、それは仲間を召喚している影響なんですけどね。レイコさん、心配しすぎですって。任せてくださいって。あ、フラグが立った。すごくわかりやすいですね。ま、そろそろ塩兄さんのガーディアンを変えた方がいいでしょうし、その勢いに飲まれやすい性格を修正する、いい機会になるかもしれませんね。ふふふ、ショック療法の影響で性格変わらんといいけどな。あれ、あの、姉さん。姉さんは、塩兄さんがやられる思っとるんですよね。やってみないとわかりませんけどね。やり方によってはありだって人間を倒せるじゃないですか。それ限りなくゼロに近い可能性じゃないですか。確率なんて単なる目安だ、という意見もありますよ。確率を補うものが塩兄さんにはなさそうですが。よし、やっと準備ができた。さあ、レイコさん、行きましょう。待っていたぞ、困ったども。魔人のお邪魔は適当にあしらえといじけていたがな。なんでいじけてるんでしょうね。レイコさん心当たりありすぎじゃないですか。全くないですね。曇りなき眼や。手を抜いて軽く触れたとしても、バラバラになってしまいそうな体をしているな。ふわはっはっは。堂々とセクハラ宣言してますね。だって普通にしてもメロンが2つ必ず視界に入るんだぜ。我慢できねえだろ。それ以前にどんな体の作りをしているんですかね。馬から引きずり下ろせばわかりますよ。今の塩兄さんならできますよ。姉さんの語尾に悪意を感じる。よし、あの変態を倒した時のように補助をかけながら物理で殴る準備を。じっくり考えて選択することだな。わっはっは。敵に助言なんて随分と余裕でんな。その見下した態度、すぐに後悔させてやる。余裕？見下してる？わっはっはっは。違うな、これは余裕でも意地でもない格の違いだ。参拝する獅子の骨、戦闘交渉、鋼鉄の車輪、動けば風、止まれば空、やりうつ音色が故障に満ちる、波動の63、大根法。か、完全燃焼、やて。あら、危ない。これが、格の違いというものだ。今のは塩じゃない。
マハジオンガだ。あ、言い忘れていましたが、このギネは序盤にもかかわらずに上級魔法であるマハジオンガをバンバン使ってきます。なのでジオ対策をしておかないとこうなりますよ。レイコさんもっと早く教えてくださいよ。調子に乗ってるみたいですし、いいお給になると思いまして。お給ってレベルじゃないですよ。それにレイコさん何気に回避してるじゃないですか。だって当たると痛いじゃないですか。私は当たると一撃でダウンですし、私もほぼ一撃ですよ。一回からマハジオンガが一回だけだと錯覚していた。意外と、一発は耐えれるんですね。まあ仲間は全滅ですけど、まだだ、たかがメイン悪魔がやられただけだ。その時点でメガテンでは絶望的なんですけどね。マハジオンガの厄介な点は、その威力に加えて2点あります。まずは全体攻撃な点ですね。あの威力で全体攻撃は序盤では大変厄介です。そしてもう1点、感電です。感電をすると、その時点で行動が終了してしまいます。ギネは地味に足も速いですし、これが一番厄介かもしれませんね。聞いているより言えないんですけど。これで、終わりだ。はい、こちら回復の泉です。あら、これはひどい状況です。どんまい。レイコさんあいつ強いです。そりゃあ、ここのボスですからね。スタンドが新しくなったから良かったですけど、状況的にはフルボッコでしたよ。メガテンはやられて対策を考えるゲームですし、大丈夫。今回は不死身仕様ですし、バンバン行っても問題ない。何も安心できません。とりあえず、仲間を編成し直さないと。確かに、ジオ対策の仲間がいないと話になりませんね。一課でも一撃でしたし、もっと上級の仲間を作れるように塩兄さんも鍛えないといけませんね。ケットシーがまさかの戦力外なんて、泣き言を言っている暇があるならさっさと悪魔家散らしに行きますよ。私的にはもう前線に立てる自信ないしな。いや、わてでもボス戦はきついでやんす。まず廃止化を出してレベル上げと仲間集めを淡々と続けますよ。あのビネ、まさか全体魔法使ってくるなんて。マハジオンガの他に、ジオンガも使いますし、ディア、シバブーも使います。ジオ対策に魔法防御や体力を上げたり、ゴンズピストルでひたすらランデブーというのも有効ですね。でしたらその後ですが己の力のみで塩兄さんには戦ってもらいます。なんでですか。塩兄さんは少々調子に乗りやすいですし、下手に高性能な武器を与えるとすぐにフラグを踏みそうなんですよ。それに、銃を撃つには撃たれる覚悟を持たないといけません。実はただお金ケチってるだけですけどね。石川さん、何か言いましたか。いいえ、なんでもありません。レイコさんは裏表のない素敵な人です。道中の塩兄さんの頑張りはバッサリカットしまして、ギャフン。最近塩兄さんが綺麗に好かれているおかげで簡単に拉致できるお二方をリリース。今姉さん拉致って言いませんでした。私、なんで変なのによく好かれちゃうんだろう。来た。メイン補助来た。精霊アシーズ。お手軽に作れて補助魔法も豊富。しかも頑丈です。そして何より気に入っているのは、作りやすさです。よし。メイン立てきた。これで安心できる。アーシーズ一体加入しただけなのに、どうしてこれほど自信を持てるのですかね。またやられに来たのか。こちらにはアーシーズ先生がいるんです。前回のような不覚はもう取りません。この川を渡ってはならん。あれ、カロンのおじさん声変わったんですか。わしは多分3人目せから。というのは冗談で、あのカロンは今日は非番せ。なんだ非番か。え、非番。そりゃ46時中川原で浮かんでいるなんてブラック企業も真っ青ゼロ。いや、それ以外にも仕事あるでしょう。カロンのおじさん、それじゃあわしはそろそろ定時なので。塩兄さん、おはようございます。あ、レイコさん、聞いてください。カロンのおじさんって、ライニングフィンガーとはこういうものなんですね。イダダダダ、イダイダイです。アイアンクローなのにミシミシ変な音してますよ。特に盛り上がりもなく、普通に戦って普通に負けるなんて、塩兄さんこの動画コメント数一桁にしたいんですか。バカなんですか。才能ないんですか。そこら辺の無能でももう少し頑張りますよ。話して話してください。レイコさんまたカロンのおじさんのところにいいよ。いいと、すいませんでした。マジでやめて、頭パーンやめてください。何でもしますから。今なんでも、究極絶対すいませんでした。それマジでシャレにならない攻撃なんでやめてください。塩兄さん、私ちゃんと言いましたよね。ジオをどうにかしないといけない、と。でも、落下者はちゃんと4だけしましたし、マハジオンガもいきなり来ませんでしたし、その結果、調子に乗って防御から1点攻撃に行ったらマハジオンガで壊滅した、と。もしかして塩兄さんわざとジオ食らってるんですか。そういう性癖なんですか。我慢できないんですか。違いますって。ちゃんと反省しました。今度はしっかり対策します。
仲間集めにレベルアップはカットしましょう。状態異常だろうが瀕死状態だろうが仲間を最優先して歩き回ってたあの道中はカットなんですかい。それではまず、精霊合体でケット C をランクアップさせましょう。私のケット C の出番が少ない。ところで、精霊合体？精霊は特定の悪魔と合体させることで、その種族のワンランクアップ、もしくはダウンさせることができるのです。今回、アーシーズは魔獣をワンランク上げるので、ワンワンオダー。魔獣かアーシー。ケット C よりも上級の悪魔です。技は正直微妙ですね。器用貧乏、悪くはないですが今一つな構成ですね。アーシーズは塩兄さんが地霊をナンパして作り直しました。せめて勧誘と言ってください。勧誘も違いますけど。それでは今回の対ビネ戦最終兵器の紹介です。妖精2匹による悪魔合体。出来上がるのは当然精霊。心なしか、ゴブリンの顔が見分けてますね。その結果がゲル状なんですけどね。精霊アクアンズ。最大の特徴は、ジオ耐性です。初めから作っておけばいいものを。それでは前列に私、アクアンズ、カーシー。アーシーズを後方に置いて補助を担当。ふっふっふ。ふっふっふっふ。さあ、ビネ。三度目の正直ですよ。ビネ、私はお前を倒すぞ。あまり強い言葉を使うんじゃない。弱く見えるだろ。この全身ケムクジャラも徐々に調子に乗ってきましたね。今のセリフはここで出すには、役者不足ですね。いきなり冷静に客観視してくれるな。2戦目でも思ったんですけど、初戦みたいにいきなりマハジオンガとか来ないですね。むしろ、いきなりマハジオンガ連発だった塩兄さんが運が良かったんですよ。そんな運の良さはグレートリモネシアと一緒に落ちて欲しかったですよ。実際ジオが来たところで私にはもう満杯。コスだけやっておれば無理はシャオアや防御で引きこもるわ。ちなみに特技の水の壁で火炎系も対応可能。どうですこの防御性能。塩兄さんがうまく使いこなせるとも思えませんけどね。おしゃべりパワー、随分余裕だな、波動の4。よくない。お、眩し。私は悪くない。わてタルカジャに集中しとったし。実に勤しんでおった。そもそも狙われてすらいない。そうです、ビネが悪いんですよね。いや、そもそも初めからこうするつもりだし、むしろ当然というか。開始当初のあの余裕はどこへやら。少し震えてますよ。相手が動揺している今がチャンスです。早く体勢を整えますよ。レイコさん、倒れる瞬間ものすっごい形相で睨みつけてやしたね。しかし、戦力的にはだいぶ大変ですせ。レイコの姉さんの火力がないってのは。物理で殴るしかなさそうですね。私そんなに力強くないのに。実際はタルカジャ4かけでゼコなら指先一つでダウンさ、状態ですがね。ここで負けてしまっては、私の理想郷の夢が、ハイレグアーマー強制着用の夢が、増える。そんな夢一刻も早く潰れてしまえ。ひくわ。ひくわ。ひくわ。黙れ。個人の趣味飛行にとやかく言われる筋合いはない。ならその飛行を他人に押し付けないでください。まあ、塩兄さんもハイレグアーマー装備してますがね。これでさらばだ、波動の63、大後方。この特殊変更クリスタルボディには効かないのよ。ダメージくらい鍵でっせ。よし、耐えた。あとは回復しながらタルカジャで上がった攻撃力で。え、ちょっと、私なんか防御しかしていなかったような。私はこの特殊変更クリスタルボディを披露できたので満足です。この頃の世の突し込みはロリっぽいですね。今は意外とナイスバディだしな。共通なのは、人相くらいか。この場合悪魔面と言うべき。やはり体力が低いので厳しいですね。レイコさん、お帰りなさい。ビネはしっかり倒しましたよ。ダメじゃないですか。目をえぐった後獅子をちぎって動けなくしてじわじわと相場に踏まれながら絶命させてあげる予定でしたのに。悪魔より人間の方がよっぽど怖い。いえなんでもありません。やってしまったものは仕方がありません。この怒りは狭間くんにぶつけましょう。それでは、回復をしてからあの場所に行って封印を解きましょう。そういえば、我々はボイスあるのにどうしてカーシーにはないんですか？え、だって、犬だし、本音は面倒だから、でしょうね。ビネ戦の隠れ無物やのに、哀れカーシー。
塩兄さんいやらしいです。だからどうして私？それでは、後はサブイベントを少しだけやりますよ。サブイベント、ですか？前に学校で出会った、ジャック・フロストくん、覚えていますか？はい、あの学生服姿のヒーホーくんですね。そうですね。彼に関するイベントです。このために、彼を仲間にしなかったわけです。体育館が怪しい館になったよ。怪しい館？塩兄さんの変態、だからどうして？狭間は怪しい奴だ。なんとかと天才は紙一重って言うけど、その通りだ。悪魔とか魔術を使って何か企んでたみたいだぜ。旗から見たら、痛い人でしたね狭間君。へへへ、聞いてくれよ。相撲部に新入部員が入ったんだ。新入部員のヒーホーくんだ。ヒーホー、相撲部に入れてもらったよ。嬉しいな、ヒーホー。正しい高校生派、部活動しないといけないんだろヒーホー。でも、相撲って何？声も若干太ましくなりましたね。でも、どうして相撲部？塩兄さん、相撲知ってるんですか？はい。一応、異国の象徴的な文化ですし。塩兄さんの無駄な高学歴っぷりにイラッとしながら今日はこのあたりで。え、なんで？私おかしいこと言いました？明けましておめでとうございます。新年早々あなたの夢で占いします、ノバです。それでは今回も悪魔を紹介していきましょう。天使ギネ、ソロモン72中の魔人の1中で、地獄の36の軍団を率いる序列45番の偉大なる王にして伯爵、黒馬にまたがり手に毒蛇を持ったライオンの姿で現れる。秘められた事物や魔術師の存在を探り出し、過去、現在、未来について知る。命じられれば塔を建造したり、逆に堅固な城壁を倒壊させたり、水域を嵐を伴い荒れさせることもできる。魔獣カーシー、別名、クーシーとも呼ばれる、スコットランドに伝わる犬の妖精で、名もそのまま犬の妖精を意味する、全身に長い暗緑色の毛を生やし、丸まった長い尾を持つ牛並みに大きな犬で、妖精たちの番犬とされている。人間を襲うこともあるという、全く音を立てず、滑るようにして移動する。2歳の牛くらいの大きさがあり、毛むくじゃらで、長い尻尾を背中の上でくるりと巻いているか、あるいは平たく編んで垂らしている。獲物を追う時には3度、ものすごい声を上げる。ようやく1歩前進したが、まだまだ先は長い。果たしてシオニーの運命やいかに、それ以前にこの動画は完結できるのか。私の出番は？悪魔のレベルも上がるので、十二分に気をつけてくださいね。前から思っていたんですけど、なんでこんな変な名前なんですか？七つの大罪をモチーフにしているんです。七つの大罪、というと、暴食、色欲、強欲、憂鬱、憤怒、怠惰、虚食、傲慢のあれですか？そうです。そして、それぞれの名前にちなんだイベントが用意されているというわけです。七つの大罪を引用するなんて、さすが残念くん。今残念くんって言いましたよね。ひとまず、マグもある程度溜まりましたし、あまりコストのかからない仲間を召喚して先に進みますよ。わかりました。それじゃあ、カーシー、イシカにノッカーを召喚と。ここから、ステージも入り組み始めるので迷わないように気をつけてくださいね。前はほぼ一本道でしたしね。いきなり入り組みます。例えるなら、迷宮壁ラビリンスボール、といった具合ですかね。迷宮兄弟ですか。服に気をつけて進まないとまたカロンさんに会うことになっちゃいますね。この宝飾会は、町まで少し遠いので気をつけてください。大打会の時のようにすぐ回復の泉があるわけではないですので、魔法使うにしても、ムプが低いので連発できないですね。ただし、出し惜しみをしているとすぐ全滅してしまいますけどね。会話で戦闘を回避できる悪魔は、なるべく回避してくださいね。魔法も限られてますし、誰にも彼にも喧嘩吹っかけていられませんね。しっかりと悪魔の拉致は忘れないでくださいね。合体して強くしていかないといけませんし。だから拉致じゃありません。でも確かに、仲間は常に集めておいた方がいいですよね。前に立つ者は、あのハイレグ好きに勝ったのだな。あの、レイコさん。にじみ出すコンタクの紋章、不尊なる狂気の器、湧き上がり、霊視、しびれ、まばたき、眠りを妨げる、破壊する鉄の王女、大豆自戒する泥の人形。
結合せよ、反発せよ、血に満ち、己の無力を知れ。いや、あの何を波動の90クロスに。姉さんの完全栄翔や、時空も歪むほどの重力の本流やで。ふう、すっきりした。うっぷん、溜まってたんですか？シオ兄さんが何回も電流プレイしてくれたおかげです。違います。そういえば、ここの壁って、どうしてこんなに気持ち悪いんですか？電流プレイの次は触手プレイにご興味が？え、この壁のツルみたいなの、動いて襲ってくるんですか？そこに食いつくんですか？まあ、大丈夫ですよ。そんな展開は薄い本やパソコンゲーム、コンビニの本のコーナーの端っこ担当にでも任せておけば。最近は付録デイグイデイのみを抜き取る万引き犯の影響で、撤退するコンビニも多いみたいでんけどね。幸運の館、カジノへようこそ。こんなところに、カジノ？違法カジノか何かですかね？ここはカジノスペースですね。いろいろなカジノが楽しめます。少々変な場所にありますけど。シオ兄さんも、気晴らしにたまにはどうです？ほら、あそこのダメ人間みたいに。いや、カジノは楽しいな。わしの血筋は大々博打好きでな。ボクシングじゃないんですかね？あら、あなたもカジノに来たの？ 18 歳にならなきゃダメ。なんて野暮なことは言わないから。シオ兄さん、実年齢は？も、黙秘します。そういえば、あのカジノにいたのも、魔界人なんですかね？ナンディさんの親族です。いや、そんなわかりきった嘘言わんでも。でも若干納得できそうなのが、怖いですね。邪気はダーク悪魔なので、まず仲間になることはありません。なのでただヒットポイントが高く若干攻撃力のある面倒な豚ってことです。いや、豚は言い過ぎじゃ。でも、彼らには立派な仕事があります。何ですか？よくなんとかバルキリーやタイマなんとか、女剣士なんとかなどのパソコンゲームに。それ多分ここで言ってはいけないやつだと思いますよ。そもそもなんで詳しいんですか？兄弟の部屋を物色していた時に、よく出てきたので。うわぁ？心から同情します。え、私に？その後兄弟にです。そもそも兄弟いるんですか？まあ、いたんですよ。悲鳴が可愛いのでよく泣かせていましたけど。本当に心から同情しますよ。その人に、そういえば、武器についての説明が不十分でしたね。この画面を見てください。武器のところに数が表示されているのがわかりますか？これが、武器の熟練度です。この数値が上がると、武器の性能も上がります。熟練度は装備を外しても変わりませんので、いい武器はなるべく装備して熟練度を上げてくださいね。新しい武器に次々変えていくより、ある程度慣れた武器を使った方がいい場合もあるってことですね。そして、ようやく村に到着でんな。レイコさん、銃買いましょう銃。ダメです。それより先に買うものがありますし。魔人の王様の命により、宝飾会派席オーカスが治めている。だが、あのオーカスは人間が変えられた姿だと言われている。食欲に溺れた醜い人間が体内に欲望のシンボルを植え付けられた結果だと。ここのボスはオーカスっていう悪魔なんですね。オーカスといえば、ストレンジジャーニーでも登場した悪魔ですね。レイコさん、何のことを言ってるんですか？別次元のお話ですので気にしないでください。怪しい男が便利な道具を作っているよ。向こうの世界から来た男らしい。体を小さくする道具もあるみたいだ。スモールライトですかね？如意光です。封印のリングは各界の支配者が持っている。とは限らないらしい。オーカスは人間が変えられた姿。だから、本当の死は医者じゃないんだ。真の支配者は腹の中に。魔界の人たちはなんでこんなに親切なんですかね？魔人脳の人徳、ですよ。とりあえず、まず刃先に進んで悪魔を拉致、いい生け捕りにしますよ。なんで言い直したんですか？ゾンビ先生って、ゾンビ生徒に比べて色々とアウトな姿ですよね。ゾンビイコールこの格好って、結構ベタですよね。生徒はまだわかりますが、先生が大量に敵に出てくるって、あの学校どれだけ先生いたんですかね？そもそもどうやってゾンビになるんでしょうね。よくあるのは、同じゾンビに噛まれる、とかですか？それを話すと、卵と鶏の話になりますけどね。しかしあの先生、なんで手をピクピク動かしているんですかね。ゾンビになって、欲望がむき出しになっているのですかね。女子高生に囲まれて普段生活しているわけですし、それただの偏見じゃないんですか？シオ兄さん、地味に、追い込まれてませんか？大丈夫、大丈夫です。イシカさんも役立たず状態ですし、実質私たち二人だけですね。よし、なんとか勝てた。役立たず、言わんでも。無能、と言い換えた方が良かったですか？レイコさん状態異常中でも容赦ないですね。
ここは、何ですか？中継ポイント、みたいなものです。ここでセーブできますのでなるべくしておいた方がいいですよ。あんなガキに負けるとは。だが、傷ついた体の形状ができた。これで奴らにはにゃ、なぜお前がそこにいる。まあいい、こちらから出向く手間がワーブケイタスーパーお月となった私に勝てるかが悪敵根拠はないのだ。何してるんですかね、この変人。自分の体を改造って期待を裏切りませんね。あとしお兄さん、いきなりの戦闘ですが大丈夫ですか？やってみないとわかりませんけど、前回とあまり変わっていなさそうですし大丈夫なんじゃないですか？メイン盾、参上。こんなところにいるなんて本当に予想外で、少しびっくりしましたよ。キサー村に、受けた苦痛塾は、経営して忘れない、ぞ。ラボ、というよりもただの神殿ですし、本当になんでここにいるんですかね。魔界人が噂していた変な男は、この人だったんですね。ということは、スモールライトも、良い子ですよ、塩兄さん。違う、私が、開発したものは、高出力のプラズマエネルギーを物質にぶつけることで振動を起こし、その振動が原子構造に歪みを作ることによって発生する反エネルギーをプラズマ波と変換し、広大なエネルギーを満ちた物質状態を保つことにより細胞分裂の構造に変化を与え、半原子構造電子構成物質を巨大化し、体内細胞構造を縮小させることを可能にしたプラズマエネルギーを応用した人体再変換縮小拡大可能装置。そして私の完全究極なる知性と発想全部の才が合わさって簡略化に成功し、どんな天文学的に知能が低い生命体でも簡単に取り扱うことのできるようにデザインされた。ミューロプラズマだ。間違えるんじゃーない。レイコさん、さっきの完全栄翔、またできませんか？やってやれないことはないですけど、嫌です。やってやれないことはないのですか？また、負けーた。負けたのならさっさとくたばってくれないですかね。それ以前に、改造教師って、もう教師じゃないんじゃ。だがお前たちが魔人王様に逆らっても、なーんにもならんぞ。覚えてろーよー。波動の水準、裏切り。それじゃあ一旦学校に戻りましょうか。もうツッコミもなしでっか。すごくわかりやすいですね。あれ、校長がいませんね。そのうちわかりますよ。それじゃあ戻ったついでに邪教の館に行きましょうか。本堂が初の3体合体です。ピクシー、ノッカー、客の3体を合体させます。3体合体は、いろいろと活用方法があるのですが、なるべく控えるようにしましょうね。今回はいいんですか？お手軽に作れましたし、今後の戦力のために必要でしょうし。誕生する悪魔は、ジボシンベスタ。って、悪魔？女神転生では悪魔の概念が少し違いますからいいんです。破格の高ステータス。魔法も充実。彼女がいればある程度どうにかなるでしょう。本当、破格の高ステータスですね。場所を変えまして、再び邪教の館。舞台の再編成ですね。天衆小箱と妖精ゴブリンを合体。ゲテモノとゲテモノでどうしてこうなった、という結果ですね。天使エンジェル。この頃はまだ服を着ていましたね。天使らしいなかなかの能力です。メディア持ちは頼りになりますね。ただしメガテンの天使は信用してはいけない。続いてアーシーズ、アクアンズを合体です。アーシーズはすぐに作り直せますね。また、綺麗ですか。綺麗ドワーフ。高いヒットポイントに攻撃力と防御力。落下でも持っており頼りになります。
前線に居座り続けてくれる維持力に期待ですね。レイコさん、私の防具は？え、装備しているじゃないですか、その素敵装備を。いやいや、本当にこの装備固定なんですか？あ、全裸が良かったんですか？違います。とりあえず、シオ兄さんはこのままでいいんですよ。キャラ的に。キャラ的に？本当に戦闘が厳しくなりすぎてシナリオ進行に支障が出始めましたら、一応考えておきますから。考えるだけなんですね。ですが真っ赤もだいぶ溜まりましたが、銃は買い揃えないんですか？真っ赤は仲間の召喚に必要ですし、一応多く持っておいて困ることはありません。少ないせいで仲間を召喚できなくなるなんて、話にもなりませんし。ここって、品食会なんですよね。そうですが、どうかしましたか？いえ、ただ、品食という割には、ここまでのイベントが、その、全く関係ないので。あったといえば、プラズマの変態がいたくらいですし。そのうち、それらしいイベントがありますよ。その変態から奪ったアイテムも使いますし。落とした武器は、どっちの趣味だったんですかね。まだ女子生徒なら用語の使用はありますが、先生の方だともう終わりですね。いや、女子生徒の方でも十分擁護しにくいですよ。シオ兄さんに、防具的に装備させようとは思いましたが結局私が装備しますね。どうしてでしょう？すっごく、ムチを持つ姿が似合うのですが。失礼ですね。普通の女子高生に、こんなムチが似合うわけないじゃないですか。普通の女子高生は完全詠唱なんでできないですよ。あ、これは、危ない。あれ？は手に死亡フラグが立ってあらへんでっか？とりあえず会話です。会話、会話で仲間に勧誘できれば。いい加減にしやがれ。やってやる、やってる。イシカさんさようなら。え、なんで？シオ兄さん頭に血が昇っているせいか、仲間が少ない点と相手が大人数という点が見えてなさそうですし、私も一応普通の女子高生ということを、しっかりと認識してもらうために黙っておきましょう。これは、やばい。てかなんで仲間の時はあんななのに敵だと厄介なんですか。あふん、少し冷静になってください。冷静にはなっているつもりですけど、状況が状況だけにですね。ならさっさと仲間を召喚しなさい、無能。忘れてました。あと無能って言わなくても、いいから早く切り札を投入してください。そうです。こんな時のために自母神ベスタを作ったんじゃないですか。はい、本動画初の女神です。正確には少し違いますが、まあ気にしないでください。得意な魔法は全体効果力魔法マハラニオン。嫌いな言葉は不倫。好きな言葉はネトリです。好きな言葉と嫌いな言葉が見事に噛み合っていないんですけど。レイコさんがお倒れになりましたが、気にせずマハラニオンでもぶっ放しちゃいましょう。え？レイコさーん。そういえば少し不満があるんですよ。なんで私の特技にファイナルヌードがないんですか？知りません。そんなこと言ってないで早く働いてください。ですけど、このプロポーションにこの姿、持っていないとおかしいじゃないですか。少し黙っててください。今連戦を会話で回避してみるんですから。それとも、この私が使った際の効果を表現しきれないがために、苦肉の策だったのでしょうか。そう考えるならば。本当に黙って。早く殲滅してください。もう、短期は損期ですよ、シオ兄さん。これは単に焦ってるだけです。ね、私は普通の女子高生でしょう？はい、副将。ひとまず、このまま突き進んでいきますよ。それでは今回はこの辺りで、さようなら。私はずっと引きこもり。これでも大変なんですよ。それではサクッと紹介しましょう。地母神ベスタ、ローマの大女神。炉の火を司る女神であり、家庭の守護神。その名、ベスタの原理ははっきりしないが、古くは火を意味したとする説もある。
ギリシャの同じ黒の火の女神であるヘステアとは同一視されている。ローマにおいては国家を守護する女神として永遠の炎の中に住むと考えられ、パラディオンと呼ばれる聖書にされたその火は6人の巫女によって守られた。ただしこの火自体はもともとパラスと呼ばれる妖精グリュー神を祀ったものであったらしい。この神はゴミ家畜の女神パレイス及びパラティヌス丘の守護女神パラープアとしてベスタの従属神格となっている。時間も押してきたのでこの辺りで、徐々に女神転生に関係ない内容が主張し始めたこの動画ですが、プレイ自体は3ヶ月ほど放置しているという状況。おい、大丈夫なのか？とりあえず、一回メギドラオンで勘弁してあげましょう。何をですか？何をって、決まってるじゃないですか。シオ兄さんへの、ハロウィンプレゼントですよ。です。おわ、減る？いや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 、そんなトリックはトリートみたいに言わないでくださいよ。メギドラオン。おわ、メギドラオン。それと遠回しに一回カロンさんところに行けって言ってますよね。いやですね、シオ兄さん。遠回しに、だなんて。直接言ってるじゃないですか。姉さんいつからペルソナ使いになったんです？どちらかというと、どこかの部屋に在籍していたエレベーターがあるですけどね。それで橋お兄さん。は、はい。なんでしょうか？現在の私たちの状況を説明してみてください。あ、学校に閉じ込められたとか狭間くんの説明じゃないですからね。現在早急に対処しなくてはいけない目的のことです。え、いや、その、あ、あれですよね、あれ。皆さんお久しぶりです。あなたの夢でもテンタラ風。お気づきになられた方はほぼいないでしょうが、実は皆さん声変わりをしております。理由は、お察しの通りです。ただし、それと動画投稿が遅れたこととは関係がありませんの。実際、久しぶりすぎて本人すら現状を把握しきれていなかったりします。僭越ながら、私のあがご説明いたします。決して目立ちたいがためではございません。ただの尺稼ぎでございます。現在、宝飾開閉進行中でございます。ここの親玉と思われるオーカスを探し先に進んでいくと、この頃は人の形を保っていた大月先生に出会いました。これはチャンス。積年の恨みやセクハラ、編集のやりにくさと健康診断で赤血球が不足と診断された怒り、台風が休日に猛威を振るう理不尽、不治の病である七根に陥った喜び、この前ドアの端に小指をぶつけた痛み、セーブ前に背後から元の大軍に襲われ約2時間の苦労がなかったことにされた怒り、あと、その他もろもろの怒りを込めて集団でタコ殴りにした結果、ガリバートンネルを強奪することに成功しました。学校への帰宅途中、ケットシーの大軍と鉢合わせ、カロル寸前まで追い込まれましたが、なんとか帰宅、なんとかボロボロになりながらも帰宅。レイコさんから波動の88自由的属神天雷砲をゼロ距離で放たれたところでございます。わかりましたか？気泡の症状が生じているアラサーなしお兄さん。気泡って、まだ大丈夫です。そんなに年寄りじゃないです。いえいえ、最近では若者の気泡というのもあるみたいですし。あ、しお兄さんは若者のカテゴリーからは外れるので、若年性、と言った方がよろしいでしょうか。レイコさん。はい。怒ってます。よね。当然です。すみませんでした。まあ、ここまで更新が遅れたのはしお兄さんだけの責任でもありませんし、いい加減に先に進まないと退屈ですし、いいでしょう。いや、遅れたとか更新って。ここの最新部でぐっちゃねぐっちゃねをしている豚を駆逐したいのですが、今作品では肉を採取、いいえ駆逐することはできません。いや豚って。冥界の死神も姉さんにとってはただの豚なんすね。僕らはオーカスの食べる料理を作っているのさ。オーカスはたくさん食べるから僕らはとても大変なのさ。ですね、くれくれはやく、じゃあ、またまたオーカスの料理を食べ終わったよ。さあ次の料理をオーカスに持っていこう。持っていこう持っていこう、できた料理を持っていこう。また合わなかったね。練習したのにね。タイミングは合ってたのにね。なんでだろうね。なんだか絵描き歌に登場してきそうなデザインのキャラですね。誰もが一度は描いたことのある、もしくは描かされたことのある。書かされたって。うわぁ、わらせった、メスクレ、メス、足りない、足りない、わらせった、メスクレ、メスクレ、メスクレ、くれくれ、早く、わらせった、おー。
ほらごらん、働きもせず、ただ浪費しかしないクズの末路。テイコさん、誰にダイレクトアタックしてるんですか？紐、ごくつぶし、解消なし、テク人形、心当たりが多そうね。テイコさん一回黙りましょう。これ、正体を知ってると余計に惨めっていうか、気持ち悪く見えるんですよね、正体が正体だけに。紛れもなく不老長寿をもたらすユーノグロネリが私を月まで連れてる鬼、俺はまるで人間火力発電所だ。ボイスのせいで何を言っているかわかりまへんが、あのイメージはおかしいですせ。何この選択肢、コックさんもガンにしてますし、何、食われろって。その通りですポチッとな。あ、いや待ってやめて、まだ心の準備が。本当に紛れ込むの。このぐちゃぐちゃしてる残飯みたいな中にコックさんずっとこっち見てますよ。バレバレですけど、あのコックさん見てましたよね、私たちが中に入ったところ。なのになんでさも当然に運んでいくんですか。ちょっと待って、これ衛生上とかいろいろとまずすぎですよね。ねえ、隠し味には持ってこい。人間は言い出し出るからね。私そんなに言い出しなんて出ないですから、やっぱりやめましょうよ。レイコさんなんかもうびちゃびちゃで気持ち悪いですし。これ、そのうち特殊な性癖持ちをターゲットに、人も受けできそうですね。そんなのいやさも当たり前のように体内に侵入してますけど、どんまい。とりあえず、無事に侵入できましたね。それではさっさとこの豚に寄生している虫を駆逐して、こんな気持ち悪い場所から脱出しましょうか。ビチャビチャする、気持ち悪い、あと臭い。まあ、突き詰めてしまえば残飯にダイブしてたわけですし、仕方がありませんよ。なんでレイコさんは、平気なんですか。なんでって、バリアーしてましたし。いや、バリアーって姉さんなら、何の不思議でもないっす。ところで、体内にも悪魔が出てくるってこのオーカス、本当に大丈夫なんでっか。寄生されまくりですせ。悪魔はどこにでも湧いてくる、まるでイニシャル G みたいなものですからね。1匹見かけたら30匹以上はいると言いますし。それはなんだか、嫌ですね。そのうち悪魔の鳴き声が、常時、になりそうですね。とりあえず、ここの悪魔は大半がダーク悪魔なので会話はせずにじゃんじゃん駆逐していきましょう。体の中の割には、広いんですねここ。本当に、どうなってるんですかね。状態異常でも、酷使されるわ、だ、し、あ、不幸だわー。あれですかね、毒には混乱効果もあるんですかね。イメージ映像があれですけど、まあ毒ですしね。道中1回ほどかろったので守護霊が変わりました。魔法が少々あれでしたし、タイミング的には良かったですかね。ですが、MP がゼロなのでせっかくの魔法もボス戦では使えませんね。大丈夫ですか。極限状態からの救治、そして奇跡の生還、あー、来るわー。あれですかね、天使って、あれな悪魔が多いんですかね。天使っていうか、天使っぽい悪魔って。なんで私を見るんですか、失礼ですね。私のどこが、あれ、なんです。好きな4文字熟語は、チミクリン、上越至極。あ、はい。ちなみに、レイコさんの好きな4文字熟語は、サーチアンドデストロイ。あ、そろそろ最新部ですね。この先に寄生虫がいるんですね。そうですね。いい加減にあの老害の胃袋の中というのも気分が良くないので、さっさと終わらせましょうか。傲慢界ほど、理不尽な敵ではないので特にバカな真似をしなければ割と普通に倒せるはずですよ。この奥には、どんな悪魔がいるんですか？パラサイトです。状態異常攻撃もやってくるので気を抜くとあっという間に全滅しますね。うわぁ、想像以上に気持ち悪いですね。パソコンゲームではよく重宝される、みんなの味方、頑張れ僕らのパラサイトってやつですね。お世話になった人も多いんじゃないですか？主に下の息子が。下の息子。火炎、溶血魔法が弱点なのでベスタでガンガン攻めていきましょう。一応、ここ体内なんですけど、大丈夫なんですか？ほら、ナルトでもジライアの口寄せ、ガマ口縛りをアマテラスで破ったじゃないですか。あれって、妙刻み岩宿の大釜の食堂の部分だけを口寄せってなってますけど、穴開けちゃって大丈夫なのかなって思いましたよね。それに、あの豚の体内ですよ、何を考慮してあげる必要があるんですか？ナルト、ジライア、確
確かにあの悪魔に遠慮することはないですけど。私、大活躍の予感。もともと活躍しかしてませんけど。そういえば、あのパラサイトってデザイン的にあの触手的な部分が位置的に見事にあれに見えますよね。何言ってるんですかこの女神は。確かに見えなくもないですね。何せ特定のパソコンゲームでは大変重宝される立ち位置にいるわけですし、何の一つや二つ持ってないと。マジで何言ってるんですか。糸による高速技術、毒による状態異常攻撃、多数の触手による攻撃、そしてずぶとく長いたくましさ。それってそこの淫乱女神。シオ兄さんも落ち着いて。ほら、このパラサイト、見方を変えればスパイダーマンっぽくないですか。著作権以上に、スパイダーマンが名誉毀損で訴えてきても反論できませんよ。あら、シオ兄さんも知ってるんですね、スパイダーマン。ここに来る前の、宿主に色々と教えられましたので。とりあえず、私はアイテム係に勤しんでるので頑張ってくださいね。ダラダラと長引いたのでバッサリカットです。全体毒攻撃が面倒で長引いてしまいました。状態異常は一斉にかかってしまうと直すのに時間がかかってしまいますからね。どうやってあんな体内の最深部から脱出できたんですかね。今まで、オーカスは、ほら、目の前に、いや、オーカスの正体って、わしの話聞いてる。私たちは、あれの中に、あの50代後半の口の中に、全身余すところなく丸投げちゃった、というわけですね。いやあ、不幸だわ。オーカスがいなくなったので暇になったよ。さあ疲れたのでしばらくゆっくり休もう。しばらくっていうか永遠になんだけどね。あの塩兄さんが放送できへんような顔して人間がしちゃいけへんな気声はしてますけど。あ、先生ならいつでも受け付けてますよ。手のひらサイズ、純銀製の十字架に天使自ら書き記した聖書、天使の青ロゴにしたブックカバーを付けして通常1万真っ赤のところを、仲間価格の9800真っ赤に値下げしますよ。塩兄さんも、めくるめく希望あふれる世界に一歩足を踏み入れてみませんか。希望は絶望の先にこと生まれずる。ああ、不幸って最高ですね。あの、そちら側の使者班、こんなんで大丈夫なんですか。私、登場作品違いますから。ビバ、不幸、ビバ、希望、ああ、超越至極。このコーナーそもそもパクリだしやる意味なくね、と気がつき始めたノアです。それでは今回もサクッと悪魔をご紹介。魔王オーカス。ギリシャ、ローマ神話を起源とする死神。中世には豚の頭を持ち死体を貪る邪悪な悪魔とされたが、これはその信仰の生贄に豚が備えられていたことからだと思われる。女神転生では、今作品以外ではストレンジジャーニー、4、デビルサバイバーなどで登場するようです。名前の響きから多くの王にも思えますが、これでも立派な邪神です。資料不足のため、今回はこの程度の紹介となります。意外に出展作品が少ないんですよね。それでは、次回はいつになるやらわかりませんがまた会う日まで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。